ょうどトラックさんと結婚ナイトさん、ギリギリ間に合いました。よかった、よかったと思ってちょっと時間遅れてるんですよね。あ、そっか、電車の距離だったら結婚ナイトも取れなかったんですけど、あ、じゃあラッキーでしたね。スタートの10分ぐらいは来たみたいで、
美しき遥かに続く夢の先へ。